入る？でもインスタ用に縦のやつだとか。島があるんですけども、人が住んでる島が3つだけなんです。皆さんと一緒に出航した賢島、それとね、目の前すぐにね、横山島という2人の人だけが住んでる島があったんです。そしてこの今目の前にある正木島、その3つだけ。この正木島もね、真珠全盛の頃なんかはね、ものすごく豊かな島、宝の島とも言われててね、島民は500名以上いてね、家も100戸以上あったんです。真珠でね、一儲けした方がたくさんおられたということでね、宝の島と言われるだけあってね、テレビや車の普及率は日本でトップクラス。伝説みたいですけどね、三重県の長者番付のトップ10人がね、全部この島にいるとかね、そんなのはよく聞きましたね。でももう今ね、もう島民の数激減してます。50人、30人をね、割り込んでるんじゃないかという話もね、聞くことはありますね。残られてる方はほとんどがね、お年寄り、ご高齢の方ということでね。でもね、素敵な最高のいい島、それはそのまま今もね、目の前にあるんですよ。コロナからこちらね、移住とかいうのがものすごく流行って、テレビでもよくやってますね、お考えの方おられたらね、この島なんてね、もう夜は満天の星空、景色も海を含めて最高ですよ。魚なんてね、超絶美味しい島ですからね。ね、移住なんて考えてる方おられたらね、候補に挙げてみてはね、どうでしょうかね。あ、もう一つ忘れてました、すいません。この島にはいいことがもう一つあります。あのね、交通事故がゼロの島というのでもね、この島有名なんですね。車がね、3台しかないんですね。交通の便が悪いようにしか聞こえませんね。今のは忘れていただいてもいい情報ですね。次ね、左手を見てていただくと、おしゃれな黒い建物がね、見えてきてると思うんですよ。日本で結構有名なお寿司屋さんなんですよ、あれ。寿司豊か前つってね、あのテレビでも何度も紹介されてます。ヘリコプターで食べに来れるお寿司屋さん、建物の両サイドにヘリポートありましてね、京都、大阪、東京からヘリコプターでお寿司食べに来てます。ヘリじゃない人は賢島港からね、送迎船も出てますけどもね、あの建物2棟ありますよね、下の方の建物、あれがね、2、3年前だったと思います、改装されて泊まれるように宿泊施設にされたんですよ。コテージ形式でね、泊まる方はあの建物一棟ごと借りるんですね、丸ごとね。一泊一人50万円ということでね、いい値段します。東京賢島間ね、普通にね、ヘリコプターチャーターするとね、あの格安とかも最近出てるとは言いますけどね、往復百数十万円すると言いますからね、はあ、すごいですよね。阿護湾ね、最初の頃にリアス式海岸という地形ですという紹介をしたと思いますけどもね、ですからね、砂浜存在しないんですよ。ですけど左斜め前方、砂浜が見えてきたと思います。人工砂浜なんですね、島民が持ってきて作ったんですよ、砂をね。正木島海水浴場といってね、立派な観光地です。砂浜の横のヤシの木の下にはゲートボール場で、奥に建物がありますけどもね、島民がお年寄りに送った憩いの館だそうですね。優しい島民がね、たくさんいることが分かります。簡単に言ったら公民館ですね。あの赤い灯台がね、見えてると思いますけどね、あの灯台の左奥に1日に9便もね、近鉄さんが定期便通わせてるんで、結構手軽に遊びに来れる観光地なんですね。すごい賑わってるでしょ、誰もいねえじゃねえかって感じでね。これね、12月 の海水浴場は仕方ないでしょじゃないんですよ。これ6月、7月、8月、9月、10月ね、平日なんかだったら ずっとこんな感じなんですよね。だから皆さんにはおすすめというよりはね、穴場スポットですよっていつも紹介するんですけどもね、よっぽど運の悪い人じゃなかったらね、平日遊びに来たらね、ほぼプライベートビーチ状態で遊べると思いますね。でも注意事項がございます。トイレ、シャワーはしっかりとあるんですけど、あのね、ご飯食べるとこ、弁当や食堂一切ないということですからね、お弁当絶対忘れちゃダメ。
綺麗やな、十分。ええなあ、こっちの方が綺麗やな。すげえ、めっちゃ綺麗。あ、でも2倍でもめっちゃ綺麗やん。てか2倍ぐらいの方がいいんちゃう？2倍というか50ミリぐらいの方がちょうどこの湾だけを切り取れる。ちょっとじゃあ真ん中ぐらいまで歩いて、あ、でもこっちもいいわ、途中まで歩くと。あ、すげえこれで逆光なのがあれやけど、でも夕日見るとしたらこっちやもんな。いや、こりゃ綺麗やわ、確かに。すごっ、特急が。あ、綺麗綺麗。全然波がない。ああ、でもこれが海なのがすごいやな、こんな川ぐらいなあ。見てもよし、じゃあとっとと戻りましょうか。買うか。いや、定期船でまさきまで。まさきまで、このピンクの船です。ピンクの中で買えます。あ、わかりました。はい。千冊は事前に用意してください。はい。400円。切符ってどうしたらいいですか？販売に券売機があります。あ、わかりました。はい。なるほど。もう帰りの分も買っとこうや。激しいな、あれ。え、誰かおる？あ、おる？あ、はい。目がええねんな。目がいいな。どれや？車1台に発見。あ、ほんまやん。あった。3
三大のうちの一大あら、この先はなんか行って、あれ、ビーチはどうやって行くんだ。確かにここに海水浴そうそうそうね、もう自動的にプライベートビーチやもんな。あーでもいいやん、か貝が、おこれ牡蠣なんかな、なんかそんな感じが、牡蠣、あでも牡蠣やなこれ、すごい、当たり前に牡蠣が落ちてるの面白すぎるやろうわ、めっちゃ沈む公共のなんかゲートボール場って言ってたっけ、これかな、道書いてへんやあ、住民の人がいる、とりあえず海沿いの道をさ、こっちか、だって15分で船が来るからすぐ戻るな、郵便局とかの方が行きたい、確かになんか移住先とか探してる人にはめっちゃいいなここな。そっか、今なんか帰省とかしてたりすんのかな、正月やから。めっちゃいいやん、このたまに帰ってくる場所がここな。結構やばいか、こうやって帰ってないんだ、海が流れるように
下の私らの車か。あれ、ポッチャマがある。あ、ポケモンではあるんや。ポケモンまでは当てたいな。二重丸。